3月最終日の今日、青い空一面を満開の桜が覆っています。もう春爛漫という言葉がぴったりですよね。こんにちは、橋本和歌子です。今週は天気も良くてこう花見日和が続きましたが、今日私がやってきましたのは古くから桜の名所として親しまれています京都にある平野神社です。その中でも先週から公開されている桜園にお邪魔しています。入場料は500円ということで有料ではあるんですけれども、今日もですね、もうカメラ片手に多くの方がいらっしゃっていまして、で外国人観光客の方がすごく多いんですよ。体感としては4分の1、5分の1ぐらいいらっしゃるんじゃないかなと思います。先ほどお話を伺うと、たまたまこの辺りを通りかかったらすごく桜が綺麗だったから入ってきたようだとか、あとは泊まっているホテルでおすすめされたから来ましたっていう方もいまして、でも皆さん本当に口を揃えて So beautiful ってもう本当感激されて Beautiful って何十回もねおっしゃっていました。はい、ということでこの平野神社はですね、平安時代に貴族たちがこう桜を植えてきたんです。なのでここ発祥の桜もあるんですよ。それがですね、その一つがこのかなり奥にあるんですけど、しだれ桜の咲がけというものなんですね。そう、その名の通りこの咲がけが咲き始めると京都のお花見シーズンが始まっていくよと言われているんです。今年は例年よりも10日ほど早く咲き始めたそうです。というわけでですね、今日はこの華やかな平野神社でお花見をゆっくりたっぷりと楽しもうというふうに思います。いや最高です。最後の中継とっても癒されます。これ咲いている桜もね、もちろん綺麗なんですけど、風が吹いてこう花びらがハラハラと舞い散る桜吹雪、これがね、こことっても綺麗ので、ぜひとも皆さんに見ていただきたいので、風が吹くことを、この中継内で風が吹くことをぜひとも祈っていてください。お願いしますぜひとも見ていただきたい、本当に。でこの境内にはおよそ60種類400本もの桜があるんです。60種類あるということはそれぞれ桜の咲く時期が違いますよね。なので1ヶ月半もの長い間この平野神社では桜が楽しめるんですよ。でちなみに平安時代までは貴族だけだったんですけど、江戸時代からは庶民にも開放されていたそうで、夜桜も楽しんでいたんですって。で現在もですね、日没から午後9時までライトアップが開催されているそうで、こんな感じで、わー綺麗、どうでしょう、こう、うん、お昼間とはね、打って変わって幻想的な美しい桜が楽しめます。いやー、穏やかな気持ちになりますよね。萌奈さんは、はい、インドア派ということですけれども、夜桜はいかがでしょう。いや綺麗ですね。私結構毎日会社に来るときに小学校に咲いてる一本の桜を楽しんできてます。わあ、いいですね。なんかいっぱい咲いてるのももちろんいいけど、一本をこうめでるというのもね、そうなんですよ、それも癒されますね。あ、いいです、見惚れますよね。で皆さん、こう神社といえばやっぱりやりたくなるのおみくじですよね。実は先ほど中継前に一つ引いてきたんですけど、平野神社のおみくじ、桜みくじなんですよ。こんな感じで花びらを開くと中に書いてあるということで、ここで開かせていただきます。まだ開けてないのや。まだ開けてないです。新年度占う大事な花みくじ、桜みくじいきますよ、ね、頼むぞ、怖いな、頼むで、何何何どう、うわ微妙、末吉、あいいんじゃないか、一番微妙、いやいいじゃないか、うわここで大吉を引ける人間になりたかったんですけどどうしよう、真ん中読んでみます、うん、心に迷いと不安があるようです、うん、あそっかもな、人に相談して解決していきましょう、そうすればあとは良くなりますと、いいやいいや、いいですね、うん、あじゃあリュウトさん先輩としてどうでしょう、相談させていただくので解決してくださいますか、うん、全然なんかしたい感じじゃなかったね、今ね絶対してこないですね、これ絶対してこない、絶対してこない、うん、とんでもございません、ぜひ、とんでもございません、はい、新年度もね、はい、はい、頑張ります、末吉でしたが、はい、ちょっと、まあ、都合のいいことだけしっかりね、おみくじを覚えてね、リポート続けさせていただきますけれども、まあ、こうやってね、春らしい光景っていうのは本当至る所にあるんですけど、ちょっとさっきから見えてたかもしれませんが、
この目を下にやりますと菜の花が咲いているんです。そうそう、綺麗。結構ね、背が低いものからこの目の高さぐらいまでね、高いものもあって立派な菜の花なんですよ。でこの菜の花の黄色っていうのと桜のピンク、この色のコントラストがね、本当春ならではでとっても可愛らしいです。皆さんも写真たくさん撮られてますけど、うん、私も先ほど撮りまして、やっぱピンクと黄色って画面に映えますね。とっても綺麗な写真が撮れましたし、あとちょっとね近づくとこう菜の花のこうなんていうんですか、心地いい香りがしてとてもね、ここでもね癒されます。さあこのね平野神社では桜のお祭りというのも毎年行われているんです。それがですね、大花祭と言います。来月の10日に行われるんですが、平安時代の衣装を着たおよそ200人の行列が神社の周辺を練り歩くんですね。コロナの影響で通常規模で開催されるというのは実に4年ぶりだそうです。4年ぶりか。担当されている方はですね、やっと元の形でできるという安心感があるというふうに話されていました。さあというわけで、この平野神社の満開の桜、もうしばらくお楽しみください。いかがでしょう。明日からの新年度、また気持ちを新たに頑張ろうっていうふうになんか思わせてくれるような光景ですよね。いや本当に美しいです。この幸せな光景にですね、より一層幸せな気持ちになれるものを私見つけてまいりました。それがこれです。開運桜サワー。桜のリキュールをベースにしたサワーなんですけど、表面これ見えますか、タップタップに入れてくださって、ちょっと傾けづらいんですけど、上にこの平野神社でお祓いした桜を塩漬けにしたもの、これが乗っけられてて、もう色のピンクでキラキラしてて可愛いですよね。開運っぽいんですよ。で本当にこの今ここでしか味わえないサワーということで、ではこの桜の木の下でいただきます。時代戻ってきたほら。仕事中、仕事中、おいしい。最高。結構桜の風味がしっかりしてます。飲んでみたい。おいしい。お酒が苦手な方も飲みやすいんじゃないかなというふうに思いますし、やっぱりこの桜の木の下でっていうのが格別ですね。いや最高に幸せです。平野神社のこの桜園はですね、来月9日までの開催となっております。ぜひ皆さんいらっしゃって癒されてください。癒されたい、はい。さて、中継リポーターとして丸2年間今日で最後になります。ありがとうございました。周りから我が子は中継コーナーが一番生き生きしてるねと言われる、本当に大好きな仕事でした。来週からの新番組ニュースランナーでは、情報キャスターとスポーツキャスター担当いたします。ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。それでは最終回のザライブでした。ありがとうございました。 Thank you.